中年オタッキーです。前回の動画で、開封動画ねしばらくやんないっていう下のねもう乾かないみたいにやるのもなんですが開封動画になります。まあ、今回ね大したもんじゃないです。カメラ本体じゃないんでね、そんなわけで、動画をスタートしてまいります。それでは開けてまいりましょうか。もうすごく軽いんでねよいしょよいしょ。わあ、大したもんじゃないのに厳重にもうちっちゃ、ちっちゃいですね。まあ分かってるんですけど、物は当然私は分かってるんですけども、よいしょはい、これですね。OM システム随行 MC オート S、50mm の F1.8 なんですけどもね、ご覧のように見えるかな、見事なカビ玉です。これ500円で買いました。で、500円で買ってね、まあカビが見えてたんですけど、まあなんとか落ちないかなと思って、これもしかして表面だけ？表面だけの可能性があるな。よいしょ。結構ね頑固にカビてるんでね、まともなものでは落ちないと思いますが、とりあえず最初によっ、コンビニのウェットティッシュ、まあまあ落ちるぞ。ああ、でもこんなもんだな。落ちないね。落ちません。落ちません。では次に無水アルコールいきましょうか。ガチャガチャになっちゃうな。よっ。うりゃ。うりゃ。うりゃ。結構荒っぽくやりますよ。なんて言ったって落札価格500円ですからね。ああ、ここまで走ってたらやっぱ落ちないな。最初よりは良くなったんじゃないかな。あとはこれ内側か。ああ、これ内側もカビてんだな、これ。分解が必要なようです。チッカーもどうだ。ゴシゴシと。このままでも使わないことはないですね、多分。曇りはないです。ないですね。このままでも使えるんだろうけど、まあ実はね、これ多分同じレンズ持ってることは持ってるんですね。あ、でも随行と F 随行だからこれ違うレンズだな。
使えねえや。どう違うんだろう。あ、微妙に違うな。ほうほうほう。今持ってるレンズはね、このレンズなんですよ。オリンパス OM システム F 随行オート S、1.8-50mm、でこっちはね、OM システム随行 MC オート S 1.8F50mm。 これ外見はほぼ一緒なんですけど使えないのかな。これね、この今まで持ってたやつは、カメラのなにわ京都店さんでね、ジャンクで1000円で買ってきて分解清掃したんですけど、まあ、以前から僕の動画を見てる人は知ってると思うんですけどね、レンズ分解中に落として割っちゃって欠けちゃってね、周辺部が欠けて、まあ、使えないこともないんですけど、光が強い状態とかに時とかは、まあ、映り込みがあるんですね。最短も45センチだし、同じレンズなんじゃないのかな。でもなんかちょっと違うような気もする。いや、同じだぞ。同じだぞ、多分これ構成は同じだと思うけどな。部品取りに使えないのかな。部品取りに買ったんですよ。要は欠けたレンズを入れ替えようと思ってね、で分解していこうと思ってますが、このまま使えたら最高だったんですが、どうやら分解の必要があるようです。じゃあこの辺でちょっと一旦動画切りますね。はい、レンズを分解してる間に雨が降ってまいりまして、ちょっと雨の音が入ってしまうと思われるんですけど、すごい雨になるのかなこれ。まあ、こんでね、まあ、レンズの分解なんですけど、ぶっちゃけた話ね、できなかったに近いですね。このレンズね、まあ、以前分解したことがあるこの、F 随行 50mmF1.8 とかなり構造が違うというかね、コスト削減されてるようで、まあこんな感じでね、まあゴム板を当てて結晶板をねまず外して、まあゴム板というかゴム手袋で外したんですけど、ほんでネジを3本外すとね、レンズの全群がもうポロッと出てきました。ポロッと出てきたのはいいんですけど、圧入でもないんですけどね、分解できない構造になってましたね。このレンズね、どうやら、1枚目のね、1枚目の玉の裏側にカビが広がってるみたいです。周辺部ですけどね。で、まあ回るんですよ。回るんだけど外れないんですね。で今調べたらね、いろんな人が同じことを書いてて、やはり分解できない構造になっているということで、このレンズちょっと要注意ですね。バージョンがいくつかあるみたいなんですけども、随行 MC オート S 50mmF1.8 の前玉は、全群は分解できません。でね、こっち以前から持ってたね、F 随行オート S 50mmF1.8 は前玉も分解できるんですよ。ただね、調べると、この F 随行よりも、随行 MC の方が進化しているようで、こちらはシングルコートの、5群6枚、こちらマルチコートの4群6枚ってことで、描写はねこの MC の方がいいみたいなんですね。どんどん 雨が激しくなってきたぞまあそんなわけでね、ちょっと今回、まあ、500円で買って送料が800円で、まあ、1300円だったんですけども、
まあ、微妙なオークションになりましたね。ただね、前田ものね、外周部のカビなんで、おそらくね、ほとんど影響出ないと思います。で、結果的に、ね、でも分解した、まあ、なんていうんですか、分解したの良かったっちゃ良かったんですけど、絞りが粘ってたんで、絞りの粘りも取りましたんで、でまあ今ね、ちょっと、そのファインダー越しで見ている感じでは、まあ、多分逆光でねフレアとかは広がると思うんですけども、この時代のレンズどうせ逆光には弱いんで順光で撮って、試写していこうと思いますね。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。ちょっと予定を変更してね、レンズが送られてきたんでレンズの分解の動画になりました。で今日はまだこのレンズの分解の動画ということだけで、今日の動画は締めようと思います。ちょっと編集する時間とかがないんでね。はい、まあ、この動画どうだったですかね。ちょっとメンテナンス系の動画に、なりますけど、まあ、カメラの分解よりもねレンズの分解の方がとっつきやすいといえばとっつきやすいんですけど、大体の人がつまずくのがこのね化粧板のねあの取り外しになると思いますね。僕の場合はねあの仕事で使っているこのゴムがついたね手袋ね、これ力がすごく入りやすいんで大体これで回します。これでねレンズ単体じゃなくてこのカメラについた状態でねこうグッと押さえてグッと回すんですよ。そしたら大体回りますんでね。そこから先はねあの分解をねやっている人たちが大体ねその作業のね手順とかをね書いたブログとかを書いてますんで、そういうのを参考にして分解してます。今回はちょっと残念な結果にはなりましたが、多分ちゃんと映ると思いますんでね、また試写して動画を作ろうと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。最後まで見ていただきありがとうございました。高評価コメント、どしどしねあのお待ちしております。高評価たくさんいただいてコメントたくさんいただくと、動画がシェアされやすくなるようです。またチャンネル登録の方もねぜひともお願いしますね。チャンネル登録、だいぶ進んできて3000名が近づいてきました。3000名に到達するとねカメラプレゼントをね恒例のカメラプレゼントをまたやりますんでね、どしどしチャンネル登録お願いします。で次の動画こそねキャノネットで、作例を撮った、動画になってまいりますんで、また次の動画までお待ちください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。